今日も元気にハッピーパウダー。お久しぶりです皆さん。このお店がオープンして約1週間、あーちゃんはほぼここにいます。もうね、ここの住民侍。こんな可愛い内装を見たい方は26日までぜひ引きでね。こんなに可愛いコスメまで発売してます。もうね、ジョシーズのみんなは多分コスメ大好きだと思うんで、まあ、あーちゃんも含めこれをね、欲しい方はここに来てゲットするしかないの。毎日元気にお待ちしてるご侍。おはよう。おはようございます。王子、聞いてください。最近ちょっと思ってることがあるんですよ、うん、なんかお店が2つになって、はいはい、こう別々で立ってるじゃないですか、はい、王子との会話が減ったなって思って、はい、若干、はい、ちょっとだけちょっと、うん、寂しいご侍、うん、とか言ってみちゃったりしちゃってるご侍、うん、まあでも会話は減ったけど心は通じ合ってるかなと思うと、うん、本当に思ってます。思っとる。ちょっと今日体調悪い、ごめんなすいません。すいませんでした。まあっていうのは嘘なんですけどね。嘘なんかい。もし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 。はい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 。おはようございます。おはよう。聞いてほしいことが一個あるんですよ。じゃん。メイルを変えちゃうことぐらい。おお。何に見えますか？お邪魔女ドレミ。おお、ちょっと惜しい。違うんですよ。おこれはもうアーチャーを表現したメイルなんですよ。うん。これ親指にクマと。桜もが宿ってる子だぐらい。当時はネイル気づいてくれませんでしたよね。ああ寂しんぼ侍、やっぱり寂しんぼ侍、ラストサンブラ身近な女の子の変化に気づけないなんて王子失格ですね。王子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 、はい、あの姫のもう一つの変化に気づきませんか、うん、頭になんかカエルついてる。違います、髪切ったんです。田んぼなの、そこカエルがいるけど噛み切ったんですけど、それにも気づいてくれないんですか。些細な変化ほどを見落としてしまう。些細な変化に気づくのが多いですよね。東大元暮らしっていう言葉が存在する。やっぱり全然気づいてくれないんご侍、寂しんご侍、しょんぼり侍、つらいんご侍。王子のおの字もないですね。もうおじさんですよ。誰が王子さんじゃなくておじさんやねん